チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。内藤陽介の世界を読むをお送りいたします。内藤先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早いもんでも2018年と言いますか、最後の配信、最後になってしまいましたですね、はい、恐ろしいですね。平成最後のって、あ、それは来年か。来年まだ平成まだちょっとだけ続いてますからね。そうですね。いや本当でもね、本当早いもんで、ね、そういやでもチャンネルクララっていうのは今年1年振り返ってどうしたこうしたとかってあんまやらないですよね。みんなバラバラにやってて。そういえばそうですね、まあ一度で返したことがないって、私お会いしたことない方もいっぱいいらっしゃいますので。いやだからね、まあそういや昔ユダヤと世界史やった時、全く無関係に大晦日のユダヤと世界史だったかな、韓国だったかな、大晦日に配信して、これ紅白の裏番組ですよねとかって言ったこともありますよね。そんな思い出もありつつの、ありますが、まあこれは二十何日かで普通の年末の特集なんですが、はい、まあゲバラもやら越年したお前が言うなということはもう重々承知で、もう最近ね、来年にかけろ、もうザグラダファミリアと言われて勝手に自称ザグラダファミリアになりつつある。まあでもね、とにかくもう保守系のところでは真実とつけとけば、まあみんなが許してくれるというね、集めてないし。ファンディング、まあ、それともかく、はい、でとりあえずあの本当はね、最初年明けに話をしようと思ってた題材なんですけれども、はい、なんか年内にそのヒルヒルヒルとなってきちゃったんで、ちょっとまあ年内のうちにまとめておいてもいいかなっていうことで、スリランカのお話を。あ、結構混乱してるそうで。そうですね、結構ぐちゃぐちゃなのと、まあ、今年ちょっと、まあ、フレディ・マーキーに続いてまたインド洋ネタが続いちゃうんで、はい、どうなのかなというところはバランス的にどうなのかなというところはあるんですけど、はい、要はモルジブがその選挙で親中派の人が退いちゃって、で中国がまあ拠点を失って、次の拠点のスリランカがどうなるかってことだったんですけど、スリランカもその辺でごたごたしてたということなんですね。で、はい、一つ、まあ、今回 の, そので年明けにしようと思ってたというのは、2019年の最初1月5日に総選挙が予定されてたんですけれども、これがまあ事情飛びまして、はい、でそういったこともあって、まあ、年のうちにちょっとまとめておいてもいいかなということなんですよ。で一つ、まあ、10月以降混乱がすごい続いてたんですけど、はい、その、まあ、一つのキーパーソンというのが前大統領という言い方をしていいと思うんですが、マヒンダ・ラージャパクサという人物がいまして、はい、でこの人がどういう人かというところから、まあ、ちょっとお話をしていきたいと思うんですね、はい、でこの人生まれは1945年なので、まあ、イギリス統治時代、植民地時代の末期の人です、はい、で親父がですね、実は独立運動家で国会議員も独立を務めたような人なんですが、親父が67年に亡くなって、そのまま地盤を受け継いでですね、まあ、二世議員として当時スリランカ史上最年少25歳で国会議員になると、はい、でまあ、これはスリランカに限らないんですけれども、インドエリアですね、辺ってのは政党ってのは個人商店の色彩が非常に強いんですよ。個人商店、そうで、例えばインドだと国民会議派ってのはもうガンディ・ネルー家の、はい、オーナーシップがほとんど強いじゃないですか。 はい、ああいう感じで瀬戸店有力者 の, その、まあ、個人商店という面が非常に強い傾向があって、はい、スリランカも割と与党のスリランカ自由党というのが、これがバンダラナイケという家があるんですけれども、はい、ここ の, そのバンダラナイケ の, その、まあ、オーナー一族であったチャンドリカ・クーマクマーラトゥンガという大統領がいるんですが、このクマーラトゥンガ大統領がその、まあ、2004年に大統領になると、その下で首相になるわけですね、はい、でまあ、実務を取り仕切るということになるわけです、はい、でただスリランカのに限らないんですけど、まあ、スリランカもそうなんですが、大統領が参選禁止という規定がありますんで、クマーラトゥンガが再選してしまったので、その後釜として出馬して第6代の大統領に就任したという、これは2005年のことです、はい。で実はですね、2005年というタイミングがどういうタイミングかというと、まあ、スリランカのこの話をしだすと、またそれだけですごく長くなっちゃうんで、非常にかいつまんで言いますと、はい、スリランカというところが1983年からいわゆるそのスリランカ内戦というのが非常にその激しい内戦が続いてたわけですね、はい、でそれでタミル・イーラム解放の虎というその内戦がありまして、そのタミル人とそのシンハラ人の
あの対立というのは非常にありまして、でこれがあの断続的に続いているんですが、あの地理的に見ていただくと分かるんですけれども、スリランカというのはセイロン島というのはこれはあのインドの対岸ですので、もともとインドの非常に強い影響力があったと、はい、でインド軍なんかがそのまあ介入をして一時的に休戦がまあ発行するというふうなことがですねあったりしたんですが、はい、ところがあのインド軍がこのまあ撤退しちゃうと戦闘が再開するわけですよ。またあの抑えているものがなくなっちゃうっていう、で例えばそのインド軍がその、まあ、あのここのスリランカ問題に関わって、インドもその非常にその、まあ、返り血を浴びたところがあるっていうのは、あのガンディあのそのなんだっけ、ラジブ・ガンディか、あのインディアの息子ですね、はい、あの彼はあの暗殺されてますけれども、これ暗殺したのはタミル人なんですね。うーん、で要するにインド軍出てけっていうことで、まあ、暗殺をしちゃうわけですよ、はい、でそういうこともあって、まあ、あのインド軍が撤退するとまた戦闘が再開すると、はい、でその後も、まあ、あのノルウェーがまあ調停をしたり、断続的にその戦争が続いたりやめたりということがあるんですが、基本的にそのタミル・イーラム解放のトラ LTTE という組織が、これがまあテロをずっと繰り返してたと、はい、でこういうところでそのラージャパクサがあの大統領になったんですけれども、彼はそのインドの影響力拡大を防ぐということが、あの非常にその内戦をその抑えるプラスインドの影響拡大を抑えるということで、そこでどうしたかというと、そこでまずインドの敵の敵は味方ということで、チャイナとパキスタンにそのまあ接近をしていくという方針を取ったわけです、はい、でこれがですね、実は彼が2005年にあの大統領になった時というちょうどタイミング的に中国がインド洋に出ていくという時期と非常にその密接にタイミングが合っちゃったんですよ、ちょうど、はい、だからそれをその、まあ、あのよくあの中国 の、 その、まあ、あの真珠の首飾り の、 その、まあ、一帯一路だとか真珠の首飾りとかっていうことで、あの中国は札びらを切って、でそれで、まあ、インド洋だとかいろんなところに進出していったということを言うんですが、まあ、もちろんそれは確かにそういう面が強いんですが、はい、それと同時にあの受け入れ側の体制もあるわけですよね、うん、で受け入れ側が特にそのスリランカなんかは中国がそうやって出てくるときにインドを抑えるという意味でそれをウェルカムで受け入れてたっていう面があるわけです、はい、で同時に彼はその、まあ、言ってみればその二世議員ですし、まあ、あのスリランカというところも非常にあの政治腐敗が強いところだったので、かなりむちゃくちゃなことをやるわけですよ、はい、まあ、実際あの45年生まれですから、あの、まあ、60ぐらいですから、まあ、それほどその、まあ、長老という感じはしないわけですよね。27、5歳で議員になって、まあ、キャリア長いですけれども、はい、あのそうするとやっぱりあの年長者があの強いというふうなところになりますので、そうするとですね、何やるかというとですね、議会の多数派工作でむちゃくちゃなことをやるんですね、はい、でこれはの、まあ、10年ぐらい前にあの2007年ですから、まあ、12年前かにあの、まあ、非常に話題になったんですけれども、はい、あの内閣改造をやった時にですね、大臣を54人任命するとで結局ですね、与党の国会議員114人いるんですけれども、はい、このうち9人を除いて何らかのポストを上げる、あすごい大盤振る舞い、そうそう、あの要は政治家ってのはどこの国でもそうですけども、はい、予算とポストじゃないですか、はい、黙らせるの、はい、でもポストばらまくわけですよ、はい、いやなんかあのここの国って私ちょっと見てみたら55個も省庁あるんですよね。だから作ったんです、このラジオパクさん省庁分割して、すごい変な名前の省庁があって、そうそう、最低住省っていうのがなんか再び住むところを定める省っていうのがあって、うんうん、あと公共管理改革省、こんなものなんかどっかの省庁の部署にしろよって感じですけどね。だからそれを結局代議士を多数化法案するんで俺の言うこと聞いてればお前大臣にしてやるからと。で日本だと例えばそのかつて の、 その自民党のね、あの派閥総構造が激しい時だと、あの総裁選の時にあの通産大臣のポストが3人にばらまかれ、3個約束されたとか、はい、大蔵大臣が5人約束されたとかってばらまいて、でも企業一人とかって形になるじゃないですか、はい、こいつは本当に3個ばらまいて3個作っちゃうわけですよ。もう分割して1個作る、そう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 、1個作るみたいな。でもう本当に露骨にその利益誘導やって議員を懐柔して、はい、で権力基盤固めるということをやったわけですね、はい、であのまあ、それが国内固まったということで、一応2009年にスリランカ政府軍が LTT を滅ぼして、まあ、あの内戦がまあ終結するんだと、はい、でここでそうするとそれまで内戦を戦う、内戦をその鎮圧するためという大義名分があったんですが、そのタガが外れちゃうとですね、今度はその実績をもって俺はこれだけ内戦を鎮めたラージャパクサ様であると、うんね、ラージャパクサ君はあの俺は内戦を鎮めたという大功績があるんだということをもってもやりたい放題やり始めるんです、はい、
で2010年 の, あ の,、まあ、あのそれまでのスリランカというのは、まあ、あの再選はいいけども参戦禁止だったんですが、2005年で任期5年ですから2010年に選挙やるわけですね。で、まあ、あの内戦をその鎮圧したあの平定した功績で再選される。そうするとですね、憲法をその修正して参戦禁止を撤廃すると。もうやる気満々ですね。やる気満々です。でそれで今までは一応大臣に国会議員にばらまいてたのを、はい、一応政党がその個人商店で、彼はあの自分のその家ではないですから、オーナー一族ではないですから、はい、そのオーナー一族に匹敵する力を欲しいために何やるかっていうと、今度はですね、あの親族を登用すると。あの政府機関に親族を送り込む。親族を送り込む、はい。でそれからですね、まあ、大統領 の, その権力集中させるとかですね、それからもう当然そうやってあのばらまきやるにはお金が必要ですから、何やるかというと不正蓄財やるわけですね。はい。ああ、もうデパートメントですね。でそのお金を支えてたのが何かというとチャイナだったんですよ。はい。でチャイナはだから結局チャイナがそういうインドに出ていって真珠の首飾り作戦つって、あの スリランカだとかモルディブだとかそういう島々を抑えていくっていう時に積極的にそれに加担すると。どうぞチャイナ様やってください、その代わり例えば公安をやる時のキックバックは2割お願いねとか。ああ、なるほどね。まあ2割は取ってないかな。あの、はい、昔の、ね、パキスタン の僕はブットという女性首相がいましたけども、はい、彼女の配偶者というのはものすごい汚職がひどくって、はい、確かですね、あだ名がミスター 10% とかって10% くれっていう、キックバックは 10%、 必ず 10% 払わないと全てのことがうまくいかないです。うわ、まあ、むちゃくちゃなそのブットおじちゃんです、はい、おじちゃんがいたんですけど、まあ似たようなことやるわけですよ、はい。で例えば港湾整備だとかあの道路建設なんかやって、でそれの支援をするというものにチャイナ、もちろんチャイナはチャイナの思惑があってやるんですが、はい、そこで巨額の借款を獲得するわけですね、はい、で国の名前で借金をして自分が懐入れるわけですよ。うん。で例えばその一番有名なのがあのセイロトン南部にハンバントータ港という港があるんですけど、この人の実家じゃないですか。そうです。でここで2010年までの第一期工事は中国が費用の 85% を借款で支援し、中国の国有企業 の 中国公安公邸コンスが担当したと、はい。でスリランカというところはもともとイギリス時代から港がありまして、例えば西部にはコロンボですね、はい、それから東部にはトリンコマリーというその有名な港があるんですけれども、ここは当然港があって、もともと自然の港があって、そこからその都市が発展したところなんですけども、はい、あのハンバントータとか何もないところですからね。はい、うん、でそこに港を作っても結局都市部にアクセスはない。で港の稼働率は低迷してるんですけれども、はい、ただこれはあの中国 の, その,、まあ、あの軍事拠点としては使い勝手いいわけですよ。あのどこかに行く時の寄港地みたいな感じで、寄港地、そう、要するに島の南側ですから、はい、寄港地としてはいいわけです、はい。ただそこに港に荷物を下ろして、でなんかあの輸出入をやるとかっていうのは全然不便なところなんですが、そこを作っちゃうわけですね、はい。で実際2014年には中国海軍の早急潜水艦など複数の艦船がまあ寄港していると、はい。それからですね、このハンバントータ港が あってもアクセスが悪いじゃんと、はい、ね、じゃあ空港作ろうかと、うん、でその空港の名前が、マッタラ・ラージャパクサ国際空港という、あ、もう地元の名士ですからね。うん。でこのお金も中国政府から1億9080万ドルの融資を受けて、で開港すると、はい。でところがそのあのハンバントータ港自体が非常に使い勝手が悪い港ですから、その近くに空港を作ったって誰も行かないんですよ。そうですね。で利用者が1日10人程度、で当時言われてたのが世界で最も空いてる空港、いや、すごい赤字垂れ流してますよね、うん。でまあ、非常に深刻な経営不振で、まあ、はい、後でお話しますけど2015年にこのラージャパクサ等々が引きずり下ろされたんですけれども、はい、この時にスリランカ航空がですね、一応ナショナルフラッグの航空会社がそのハンバントータ空港に赤字でも一応大統領閣下の命令ですから、はい、毎日就航してたのが全部撤退づらいです。でその空港の建物何したかというと米の備蓄倉庫。で、うん、豪華な倉庫みたいな感じですよ。で1億9080万ドルの、まあ、融資ですから、もうこれはあの金利もつくんですけども、これがあの1億ドルの負債が、まあ、あって空港作んなきゃよかったんじゃないですか、ね、誰がどう考えてもそうなんですよね、はい。結局ハンバントータの港と一緒にもう中国が、ただここは結局中国にしてみれば港を押さえて、はい、その内陸に行くインフラ の, その空港で、あと当然そこに行く高速道路ですね、うん。でチャイナ様のお金で作って、はい、でちょっとだけその、まあ、ラージャパクサのこのところに入れて、うん、ポケナイナイして、でそこでまあ自由に使うということで、まあ、チャイナ様は考えてたわけですよ、はい。
でラジャパクサラジャパクサでてめえのところを越えて国を打って、まあ、文字通りの売国奴隷、はい、本当ですね。でさすがにこれはあかんじゃろうということで、はい、2015年になって一応あの5年任期ですから、はい、2005年に経って10年に再選されて参戦禁止といっても一応選挙をやるということで2015年1月の選挙の時にさすがにこれラジャパクサを下ろさなきゃいけないよねということで身内からも反乱が出るわけですよ、はい。でマイトリパラ・シリセーナというですねこのシリセーナという前の保健大臣が一応ラージャパクサ内閣の閣僚だった人間です。まあ閣僚さんって50何人いますから、はい、国会議員やってる何らかの形の閣僚なんですが、はい、でも一応保健大臣ですからそこそこ上のポジションですよ ね、 でその保健大臣が結局一旦もうスリランカ自由党を辞めて野党の統一候補になってで当選するわけです、はい。でこのシリセーナさんが一応もうラージャパクサ政権が文字通りも売国的な体制依存をやっててで不正蓄財やってると、はい、でもこれはいかんと別に国民全員起こすわけですよ、はい。でスリランカはもう浅はかな、ね、外交政策と戦略によってイメージが破壊され急速に国際社会からの孤立を深めてたと、はい。今後はアジアの主要国であるインド、中国、パキスタン、日本との友好関係を強化し新興国との関係を区別にせずに促進しますと。でも仲良くする国の中に中国はちゃんと入ってるんですね。いやだって一応金借りてますから。嫌ならじゃあ耳を揃えて消してもらいましょうか。あ、貸し剥がしみたいなことされるから。そうそうそう、ダメならじゃあその港のところを全部土地いただきますけどいかがいたしますみたいなのになるわけです、はい。でシリセーナさんはいやこれはさすがにそのもうこのもうラジャパクサの好き勝手にできないということで大統領になってで一応野党のですねウィクラマシンハというその元首相をその主犯に挙国一致内閣を組織した、はい。で大体好き勝手やるからこんなことになったんだっていうことで権限を縮小して一応民主化をして、うん、で対中依存路線をこれ修正しようということをやったんですが、はい、で理想は良かったって。で当選した時はそれを掲げて当選してその通りやろうとしたんです、はい。したんですがいかんせん絶対的にお金が足んないんですよ1億ドル、うん、1億ドルで利子付きね、はい。で結局どうしたかというとその半板東太港の港の建設費の借款をこれなんとか借金を免除してくださいということを引き換えにすると、はい、チャイナ様なんて言ったかというとうんじゃあね君2017年8月から99年間の運営権を中国企業に渡してくださいと。有名な貸付外交ってやつですよね。そうそうそう貸付外交の典型的にはこれでやるわけです、はい。で結局そうなっちゃうと中国との関係見直すというのはできなかったわけですよ。うん。でウィクラマシンハの理想はいいんだけど結局まあ屈辱的な契約をまあ阻止できなかったっていうことで、はい。でそういってもやっぱり絶対的に金が足りないから国内の産業をとにかく振興しなきゃいけないというのがまあ大統領の立場としているわけですね、はい。でところが野党側としてはじゃあそんなこと言ってチャイナに結局土地取られちゃったんじゃラジャパクサやめさせる意味ないじゃんと、はい。でそれだったら伝統的にやっぱりインドともう一回結んでやりゃいいじゃないかと、うん、いうそのウィクラマシンハ の勢力なんかはまあ対立するわけです、はい。で議会は当然のですがラジャパクサは非常に評判悪かったんで、うん、旧与党が負けたわけですね選挙で、はい。でウィクラマシンハとかウィクラマシンハ そのグループなんかがこれが多数を占めると、うん。でそうなってくると首相と大統領が、まあ、違う派閥だったんですけれども違う党派だったんですがそれが挙国一致ということで乗り切ろうとしたのが挙国一致が崩れちゃうとどうなるかっていうと圧倒的に議会は反大統領派が強いわけですよ、はい。そうすると政府が提出する法案ってことごとく否決されちゃって2017年以降政治側の機能不全に陥ると、はい。でここでどうしたかというと結局シリセーナ氏はですねもともとこの人はラージャパクサの下で、大臣やってた人ですからもともとですねそんなに関係が悪いわけじゃないんですよ必ずしも、はい。で結局内戦を強引にそのまあタミルのね海洋の虎なんかをやっつけたやっぱりその政治力があるよねと、うん、なんだかんだ言って剛腕だよねと、うん、だその剛腕のやっぱりラジャパクサさんに帰ってきていただくしかないじゃんということで血迷っちゃってですね2018年の10月にもう言うこと聞かないウィクラマシンハは嫌だとねラジャパクサさん戻ってきてくださいと言ってウィクラマシンハをクビにしてラジャパクサを後継者に任命しちゃったんです。でも自分はサンザッパラの不正をやってたとか言って批判してたくせに、そうそうそう、にいざなったらいやもう剛腕ですからもう兄貴に戻ってきてもらうしかないんですよとか、まあしたたかで戦略的なんですかね、いやっていうよりもう行き当たりばったりだったんですか。あ、そういうことですね。でこれで結局剛腕が戻ってくれば政権安定するかと思ったんですが、はい、そんなに世の中甘くないわけです、はい
で当然のことがいきなりウクライナ侵犯がそのクビになりましたから、いやそんなの無効だと言ってポストに居座るわけですね。はい。で結局大統領派とウクライナ侵犯がそれぞれ議会の多数工作を展開してぐちゃぐちゃになると。はい。でそこで頭にきたあの大統領のそのシリセーナが何やったかって、11月9日に議会を解散して1月5日に総選挙を行いますということを宣言したわけです。でところがはいそうですかというわけにいかないんで、はい、あのウクライナ侵犯とか反大統領派は解散は憲法違反であると言って提訴すると、うん、で最高裁は結局その大統領が宣言した議会解散の効力を差し止めたということで、結局議会が集められて議会が招集されて、昨日手品で議会が招集されて、結局11月の14日にラージャパクサに対する不信任決議があの賛成多数で可決されたと、はい、と同時にあの裁判所の側もその後12月3日ですけれども、ラージャパクサの権限を差し止めるという差し止め命令を出したと、はい、でさらに13日その追い打ちをかけるように13日には最高裁まで結局争ってたんですが、大統領に議会の解散は違法であるというような判断が出るわけです、はい、で結局これであのラージャパクサがもう一回復活して、で結局チャイナにしてみればそれをもう一回後押しをして、ね、もう一回そのうまいことやろうと思ってたんですが、ここまで来ちゃうと追い詰められたラージャパクサはどうしたかと、結局辞任してもう一回ウィクラマシンハが復権すると、はい、でこの結果そのインド洋でその、まあ、チャイナがその、まあ、モルジブを失ったと。でその次に、うん、まあ、あのスリランカもその、まあ、一応チャイナの影響下から離れていく方向だろうというふうに、まあ、言われているということなんですが、ただ、まあ、ここまでぐちゃぐちゃになってますから、この混乱が、きちんと、ね、その収拾するかどうかというのは現時点では全く不透明。ただあのスリランカという場所は非常に、まあ、戦略的に重要なところではあるので、はい、混乱がしてくるとまたやっぱりチャイナがまたぞろいろんな形で手突っ込んできたりなんかしてということもあるんで、はい、おそらくちょっとまあ注目しておいてもいい地域なのかなということで、ちょっと一回ねあのまああらましをまとめておいたということですね。で、まあ、ここで、まあ、はい、あの今年くらいでモルジブの話もして、あのスリランカの話もして、まあ、インド洋のあの辺の話いろいろしたんで、まあ、ちょっとまあ多分ニュースなんかであの出てきた時に参考にしていただければということでございます。はい。でも99年の借款はなるんですもんね。ね。でそれは残っちゃってますから、ね、残っちゃってますからね結局は。はい、じゃあまた来年もよろしくお願いいたします。あ、そうですね、来年もあの本当に1年間ありがとうございました。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。皆様良いお年をお迎えくださいまし